やってきたのはおよそ1500年前に創建された川越氷川神社。夫婦家族円満、縁結びの御利益があると伝えられています。早速お参りしましょう。朝のね、お宮さんっていいですね。空気が張り詰めてる感じがあって、よいしょ。よくしゅ。参拝作法に習いお参り。おや、何やら気になる人たちが。待ち合いに人がいらしてますね。失礼いたします。おはようございます。ちょっとお話を聞いてもよろしいですか？今こちらで皆さんなんかこう待ってらっしゃるみたいなんですけど、何を待ってらっしゃるんですか？っていうお守りみたいなのをいただけるんですけど、うん、いただくのを待ってます。皆さんにもらえるの？なんか先着20人。あ、そうなの。毎朝？毎朝だと思います。あ、そう。時間って決まっているの？6時から整理券いただけるらしいんですけど、うん、今日は4時に来ました。もう4時間待ってんの？ちょっとおじさんも一緒に待たせてもらっていいかな？あ、はい、あともうちょっとでもらいます。あ、もうちょっとでもらえるの？はい。4時間待っても手に入れたい縁結び玉とは一体どのようなものなのでしょうか？今回も店員の20人はあっという間。どうも、お願いいたします。どうも、いたしますそんなに置いてください。はい、どうもありがとうございます。これ縁結び玉ね、氷川神社ね。これももし破れたら取っ替えてくれるって、今度持ってきてくれたらすごいね。縁結び玉は専用の紙を折って作る箱に入れ、大事に保管すると御利益があるそうです。早起きしてでも手に入れたい。苦労した分きっと良縁が訪れるでしょうね。